愛する者よタイトルでメッセージを伝えます。今日の聖書箇所は、ヨハネの手紙第3、1節から15節までです。今日のメッセージを藤田香織先生が伝えます。はい。はじめに日本語でお読みいたします。長老から愛する外王へ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありません。愛する者よ、あなたが旅をしているあの兄弟たちのために行っているいろいろなことは真実な行いです。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それは立派なことです。彼らは皆のために出て行きました。異邦人からは何も受けていません。ですから、私たちはこのような人々をもてなすべきです。そうすれば、私たちは真理のために彼らの道路者となれるのです。私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になり上がっているデオテレペスが、私たちの言うことを聞き入れません。それで、私が言ったら、彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は、意地悪い言葉で、私たちを罵り、それでも飽き足らずに、自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教会から追い出しているのです。愛する者よ、悪を見習わないで、善を見習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことのないものです。デメテリオは皆の人からも、また真理そのものからも証言されています。私たちも証言します。私たちの証言が真実であることはあなたも知っているところです。あなたに書き送りたいことがたくさんありましたが、筆と墨でしたくはありません。まもなくあなたに会いたいと思います。そして顔を合わせて話し合いましょう。平安があなたにありますように、友人たちがあなたによろしくと言っています。そちらの友人たち、一人一人によろしく言ってください。아멘. 장래의 나는 사랑하는 가요에게 이 글을 씁니다. 나는 그대를 진정으로 사랑합니다. 사랑하는 이여, 나는 그대의 영혼이 편안한 것 같이 그대에게 모든 일이 잘 되고 그대가 건강하기를 빕니다. 신도를 맺지 와서 그대가 진리 안에서 살아가는 모습 그대로 그대의 진실성을 증언하는 것을 듣고 나는 매우 기뻤습니다. 내 자녀들이 진리 안에서 살아가고 있다는 소식을 듣는 것보다 더 기쁜 일이 나에게는 없습니다. 사랑하는 여, 그대가 신도들을 더욱이 낯선 신도들을 섬기는 일은 무엇이나 충성스럽게 하고 있습니다. 그들은 교회의 회중 앞에서 그대의 사랑을 증언하였습니다. 그대가 하나님이 보시기에 합당하게 그들을 잘 보살펴서 보내는 것을 잘하는 일입니다. 그들은 그리스도를 이름으로 전하기 위하여 낯선 사람들인데 이방 사람에게서는 아무것도 받지 않았습니다. 그러므로 우리는 그런 사람들을 돌봐 주어야 마땅합니다. 그래야만 우리가 진리에 협력하는 사람이 될 것입니다. 내가 그 교회에 편지를 써 보냈습니다. 그러나 그들 가운데 으뜸이 되기를 좋아하는 디오드레베는 우리를 받아들이지 않았습니다. 그러므로 내가 가면 그가 하는 일들을 들춰내겠습니다. 그는 악한 말로 우리를 헐뜯고 있습니다. 그는 그것으로도 만족하지 않고 자기도 신도들을 받아들이지 않을 뿐만 아니라 받아들이는 사람들을 방해하고 그들을 교회에서 내쫓습니다. 사랑하는 여, 악한 것을 본받지 말고 선한 것을 본받으십시오. 선한 일을 하는 사람은 하나님에게서 난 사람이요, 악한 일을 하는 사람은 하나님을 뵙지 못한 사람입니다. 데메드리오는 모든 사람에게 좋은 평을 받았고 또 바로 그 진실한 삶으로
그러한 평을 받았습니다. 우리도 또한 그렇게 평합니다. 그대는 우리의 증언이 옳다는 것을 압니다. 그대에게 쓸 말이 많지만 멋과 붓으로 써 보내고 싶지 않습니다. 그대를 곧 만나게 되기를 바랍니다. 그러면 우리가 얼굴을 마주보고 말하게 될 것입니다. 평화가 그대에게 있기를 빕니다. 친구들이 그대에게 문안합니다. 친구들 각 사람에게 문안하여 주십시오. 아멘. アーメン。世界中の皆様、愛しています。사랑합니다. 本当に嬉しいんですけれども、今日は、本当に久しぶりに、先ほどお祈りにもありましたけれども、パウロのようにですね、船に乗って、プサン教会の柳先生が、はるばる来てくださいました。本当にありがとうございます。御言葉にあったように、顔と顔を合わせて会いたいとずっと思っていましたけれども、ネットを通してではなくて、こうして時間に会って一緒に食事をして一緒に祈り、賛美することができます。本当にありがとうございます、神様。皆さんも、ちょっと違う雰囲気を感じていただければと思います。早くですね、私たちも教会堂を持って、皆さんといつでも日曜日に顔と顔を合わせて礼拝をしたいと願っております。信徒の皆さん、日本にいる方、世界中の方、必ず用意をいたしますので、今しばらく待っていてください。今日の説教を通して、神様がこの時間に大いに私たちを祝福してくださると信じます。本当に暑いんですけれども、北半球、皆さん大丈夫でしょうか。昨日はもう体感温度41度ということで、体温よりもですね、高い温度で、生きていくということは、本当に並大抵のことではないことを、この週、感じております。普段ですね、いかに神様が、私たちの体温をですね、36度から37度ぐらいにこう保ってくださって、生活も同じような温度、それより低い温度にしていてくださっていたわけなんで、そのように神様が守ってくださっていたんだなっていうことを思い知りますよね。どうぞ、この時間、涼しくして、このメッセージも聞いていただきたいと思います。ヨハネの公開シリーズも今日で最後になりました。前回の第二の手紙の方ですね。そちらは名もない女性たちへの本当に愛しているという神様からのお手紙でした。今日は愛する外をへという個人名で書かれています。世界の永遠のベストセラーの聖書に自分の名前があるっていうのは本当にとても幸せな気分になると思います。韓国のクリスチャンの方々は、まあ、やたらダニエルさんとか、ね、パウロ、何々パウロ、キムパウロ、ね、パクパウロとか、まあ、パウロをつけますけれども、日本では、ヨシアとか、ね、ヨシアとか、今いますけれども、マリアちゃんとかですね、人気がありましたけれども、最近は、エデン君とか、ノアちゃんとか、なんか創世記あたりが人気です。名前にも流行りがあるんですよね。ここに出てくる外語はあまり選ばれません。でも、改めてこの1、2節を読むならば、どれだけ外語さんが愛された人なんでしょうか。2000年の間、残されている聖書で、個人名でここまで言われている人は他にはいません。あんなに苦しんだヨブでさえ、言われていない。本当に愛している。神様からの言葉です。使徒の働きを見ると、三人のガイオさんが出てくるんです。パウロの伝道旅行の同伴者の一人だったガイオさん。それからパウロの最後のアジア旅行に同行したガイオさん。もう一人はコリントのキリスト者で、パウロから洗礼を受けて、私、パウロと全教会の家主として記載をされています、ガイオさん、3人なんです。どのガイオもですね、見事にすごい信仰の人のように見えます。でも、
このヨハネ長老様が書いた手紙の受信者ではないようなんです。ですから、このガイオに宛てた手紙も自分自身への神様の手紙だと受け取るのが良いのではないでしょうか。世界中で幸せな人とはどんな人でしょうか。聖書を神の言葉として自分自身に語られていると信じる人ではないでしょうか。聖書はすべての知恵の宝庫であり、どんな成功本よりも確実に勝利へと導いてくれる本なんです。この聖書をですね、来る日も来る日も、本当に今朝もそうでした。忙しいのに、しつこいくらいに毎日毎日 SNS に流しているのが私たちのエデン福音教会です。よくもまあ、ね、読みませんか先生って、この柳先生がね、何年か前、声をかけてくれまして、寒いマイナスの中のカフェでですね、駅の中のカフェで、先生、聖書を朗読してみませんかって言ってくれました。そして、その時、断ることもなくですね、私も得意なことは朗読しかないから、あ、これは神様の使命なんだと思いまして、朗読しまして、購読文から何から、ね、動画を2000も3000本も読み上げまして、日本の聖書協会からもうやめろと 言われるくらい読みました。本当はですね、文語訳も読んで、4冊読んでですね、ギネスを狙っていたんですけれども、そこで阻止されてしまいました。自分が有名になる必要はないですね。聖書だけが有名になってほしいんです。まあ、そうしましたらですね、この柳先生はですね、それをさらに切り取ってですね、見事にショート動画にいたしまして、今はまた欲が出まして、クリスマスまでに5000本を目指そうと、目標がないとね、走り抜けられませんからね、競技者ですので、5000本を目指して、アップしているわけであります。なぜ私たちはここまでするんでしょうか。聖書が神の言葉である真理が、すべてのこの世の事実を覆い尽くす力であるからです。ヨハネさんは福音書20章31節でおっしゃいました。しかし、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるため、また、あなた方が信じて、イエスの皆によって命を得るためです。근데 여기에 이것이 남아 기록한 목적은 여러분으로 하여금 예수가 그리스도요 하나님의 아들이심을 믿게 하고 또 그렇게 믿어서 그의 이름으로 생명을 얻게 하려는 것이다. 아멘. 아멘 です。人がこの世の中で苦しむのは、聖書の神様から離れているからなんです。食って飲んで、ね、檻の中の動物みたいに生きていく人生ではなくて、神様の命を持って生きていかなければ、生まれてきた意味がないではないですか。神様を崇めて、その栄光を表す鏡のようなクリスタルな人生に変わるんです。そのためにキリストが必要なんです。このキリストを知るための聖書です。それでは、その聖書に本当に愛されていると、神様が言っているガイオ兄弟は、どんな生き方をしていたでしょうか。2節をご覧ください。魂に幸いを得ていると書いてあります。この世の人々は、この幸いを得たいと、健康や収入が増えること、名誉ややりがいを求めて、祈るんです。同じように祈っているんです。一見これらすべてを得ているような方が、でも、自らの命を絶つのを毎日のように見ます。死刑になりたいと、自分で死ぬことができないから事件を起こす人もいます。その人たちは生活に困らなくても、
この魂の幸いがなかったのではないでしょうか。空っぽの魂が魂の親を求めて孤児のようにさまよいます。神様と共にいて幸せだったアダム夫婦が神様との約束を破ってエデンの園から追放されて以来の人類の姿です。孤独で惨めで哀れな姿です。それに反して、この外王の姿を考えてみてください。短い手紙の中にあるように、教会の兄弟たちが長老ヨハネに証言しているのは、外王が真理に歩んでいるその真実というべき姿です。では、真理とは何ですか？イエス様はおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのですと。ですから、真理は神様そのものです。三位一体の神様、イエス・キリストに生きていることを喜ぶ神様なんです。その時、魂に幸いを得るように、すべての点でも幸いを得て、健康であるようにと祈ってもらえるんです。ガヨの幸いは魂から溢れ行動に出ていました。彼がしていたことは旅をしていた兄弟たちを助けていたことでした。宣教旅行の時代です。食事も着るものもお金の援助、献金もしたでしょう。弟子たちは下着一つ、杖さえも持っていくなと言われていましたから。兄弟愛を持ちなさいという聖書箇所には必ず旅人をもてなせと書かれています。ローマ人への手紙12章13節です。お読みしますね。生徒の入り用に協力し、旅人をもてなしなさい。성도들이 있을 것을 공급하고 손님 대접하기를 힘쓰십시오. 아멘. はい。そのまんまですよ。ヘブル人への手紙13章にも書いてありますよ。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうして、ある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。나그네를 대접하기를 소홀히 하지 마십시오. 어떤 이들은 나그네를 대접하다가 자기들도 모르는 사이에 손님들을 대접하였습니다. 아멘です。このある人々というのは、旧約聖書の創世記18章のアブラハムと19章のロトのことなんです。アブラハムは3人の旅の天使をもてなして、その後、高齢なのに子供ができなかった妻に子供ができて、人類の父となる大いなる祝福を彼は受けました。アブラハムだけではなく、ね、サラだけでなく、アブラハムが住む町まで、ね、十人の正しい人がいれば、滅ぼすまいという素晴らしい約束までいただいたんです。一方、甥のロトの19章では、旅の天使が来るんですけれども、ソドムの人々は、その天使に美しい天使だったので、男が美しいその男の姿をした天使に、襲いかかろうとするわけです。その結果、ソドムとゴモラの町は一晩で滅びてしまったんです。恐ろしいですね。本当に、イエス様もマタイの福音書25章35節でおっしゃいましたよ。私が旅人であったとき、私に宿を貸しと。ね。イエス様が旅人であったときに宿を貸さなかった方は永遠の刑罰に入ったのでした。私たち伝道者は天国に帰る日まで旅人です。あ、ね。その私たちを神にふさわしい仕方で次の旅へと送り出してくれることは立派なことだと記されています。
聖書に書かれていることは真実です。アーメン。私たちも日頃の小さな行いも逃さないように身を引き締めていたいものです。長老ヨハネは次にですね、二人の人の名前を出して、悪を行う者と善を行う者を明確にしています。まあ、実際、教会は、現実的な鍵ではなくてですね、オープンにするという意味で、鍵をかけていないところなんです。本来、どなたもいらっしゃいというところなんですけれども、ですから、いろいろな人が実際やってくるわけです。ね、こういう時代ですからね、精神を病んでる人もたくさん来るんです。ね、ですから、まあ、残ってほしい人はですね、御言葉に従って、まあ、全世界へですね、伝道に行ったりですね、どこかへ巣立っていくんですけれども、ここに書いてあるデオテレペスというような人が、教会の秩序を引っかき回す場合も、実はあるんです。最近は SNS 時代なので、その場合は、ね、こう、何ですかね、こう電話や、SNS での連絡を取ってるんだったらば、ね、その場合は、ブロックっていう、ね、悲しい決断を下さなければならなくなりますけれども、そういうことができます。でも本来は、世の中がひどいんですから、せめて教会は、癒しと平和と愛を実践しようではありませんか。神様から出たものなら善を実行しましょう。 LINE やカカオトークで相手の気持ちを読むのは本当にとても難しいんですね。コメントや連絡もいただきます、ね、ですから私たちは時間や多くの犠牲を払っても、ね、実際に天国のように顔と顔を合わせて話し合うことが大切なんです。相談に乗ってもカウンセリングをやっても一対一で顔を合わせるのなら伝道につながるんです。電話で伝道するのとても難しいです。その場で返事をしたとしても、なかなかその後が育ちません、ね。ですから実際に顔を合わせることどれだけ大切でしょうか。ヨハネがガイオに手紙を書いた意味をもう一度皆さんも考えてみてください。地球の人口は75億人いるわけですけれども、あなたが本当にたった一人に手紙を書くとしたら、その一人はどなたでしょうか。その一人を考えて、その方に惜しみなく愛を注いで、あなたも手紙を書いてあげてほしいです。神は愛だからです、ね、お会いしましょうという手紙がいいと思います。また次の御言葉をもって私たちは聖書を読み聞き続けることをお勧めします。テモテへの手紙第2の3章16節と17節です。お読みします。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。모든성경은하나님의영감으로된것으로교훈과책망과바르게함과의로교육하기에유익합니다。성경은하나님의사람을유능하게하고그에게온갖선한일을할수있게하는것입니다。アーメン。アーメン。これで今日のメッセージは終わります。はい、今日特別感謝献金がありますので、祝祷とともに、お祈りをいたします。祝祷します。仰ぎ願くば我らの主イエスキリスト、聖霊、また三位一体の神様の恵みと愛と栄光が御前に頭を垂れている全世界の生徒の上に、はるばる韓国から感謝献金を携えてきた尊いしもべの上に、今も後もとこしえにありますように。アーメン。アーメン。